コンチャーショータです。今回は異教群生について話していこうかなと思います。一応ですね、私、80ですね、ここステージ80だったと思うんですけど、まあ最後までクリアすることができたんで、まあどんな感じでやっていったのかっていうところを話せていけたらなと思います。まあ正直ですね、全てはバフ次第で決まってくるかなと思いますね。じゃあ今回の目次なんですけど、まず異教群生の概要で、私がまあ最終ステージクリアした時のバフの紹介をします。でその後おすすめのバフと、戦法でなんで負けてるのか確認するっていうのが大事なんで、そこの話と最後にまあ戦いの80ステージの戦いの映像を見せれたらなと思っております。でまず概要になるんですけど、まあ1日3回まで挑戦可能っていうところで、まあそんなにですね、ボスとか訓練所みたいに試行回数詰めるものではないです。挑戦してしまうと1回消費するので、まあ1日3回まで、まあ、試行回数があるといった感じになります。でですね、まあ第1波第2波第3波と次々と敵が切り替わっていく方式になっておりまして、最大第3波まであります。でターン数っていうのがリセットされなくてですね、合計30ターン経過すると敗北してしまいます。第3波まであって、まあ、合計ですね18人ぐらいの敵を相手にすることに最大なると思うんで、それを30ターン以内で倒していくっていうのが結構きついですね。私結構30ターン経過で敗北っていうのが多かったです。で、まあ第何波の切り替わりのタイミングっていうのはこちらの、一番上のキャラクターのスキル1から始まるといった感じになります。まあ1体目がやられてると敵の行動から始まってしまいますね。で後で話しますけど、専用のバフっていうのがありまして、まあ、最終的に、まあ、16個のバフが手に入って、まあ、それぞれ、まあ、どういったバフを入手していくかっていう感じになります。でこの異教群生をやることでカッシウスっていう、まあ、戦役で使える、UR のキャラであったりだとか、神髄弾とか覚醒弾とか、まあ、高級育成弾とか、まあ、アイテムとかも確保っていうのが可能となっております。でまあ私のクリア時のバフになるんですけれども、まあ左からですね、攻撃バフ、防御バフ、補助バフとなっております。まあ基本的に私は攻撃メインでやってましたね。まあメインで使っていたのがカエサルっていうところもあって、基本的に筋力値がなんちゃらなんちゃらっていうバフであったり、まあこの使用済みってなってるところですね、次の戦闘で、攻撃力、最大攻撃力が最も高い副将の攻撃力何パー増加とか、回心ダメージが何パー増加とか、回心率がどうかとか、そういうのをメインで考えて、やってました。で防御バフに関してはまあこの使用済みっていうところを見てもらえばいいかと思うんですけど、まあ洞察っていう回避率を上げてくれるバフであったりだとか、集中ですね、状態上耐性が、まあ、つくような、バフっていうのをメインに選んでました。で補助バフとしては、まあ、蘇生とか、まあ、最大最大 HP 最大回復率が、まあ、4% 増加とか、まあ、そういった感じのをメインに選択して、まあ、こういった感じでクリアを行いました。でもうおすすめのバフなんですけど、まあ、火力系、防御系、補助系と3つありまして、まず火力系に関しては次の戦闘のみ効果が発動するものと、まあ、永続的に発動するものがあります。ちょっと先ほどのページに戻ると、この使用済みって書いてないやつですね、筋力、例えば戦火、筋力値が最も高い副将の回心率が 20% 増加、これは次の戦闘とか書いてないんで、まあ、基本的に持っているとずっと発動するようなものになります。で一方で次の戦闘でって書いてあるもの、まあ補助バフにも防御バフにもあるんですけど、まあ、次の戦闘でのみ効果が発動するものがあります。でこれ負けると次の戦闘にはカウントされないんで、まあ、勝ったら使用済みになるって感じですね。まあ、基本的にはですね、次の戦闘のみのものが、まあ、効果としては高いんですね。この強圧ってやつ見てもらえばわかるかなと思うんですけど、まあ次の戦闘のみですけど、最大攻撃力が最も高い副将の攻撃力 50% 増加、 50% も増えるんで、基本的にはもう行き詰まったらですね、次の戦闘のみなんちゃらって書いてあるものっていうのがおすすめになります。
で、防御系に関しては私基本的に洞察一択かなと思っております。後で話しますけど、回避率を上げて回避する、敵の攻撃は基本的に回避して対策していくっていうのがいいと思うんで、まあ洞察をメインに据えてもらえばいいのかなと思います。で、まあデバフも食らってしまうキャラクターとかもいるんで、もし今デバフに悩んでいるんであれば、この集中ってやつもですね、やってもらうと、まあ、状態状態性対策にもなります。で、補助系は蘇生が最優先ですね。蘇生するようなバフがあるんで、まあ、これ最優先かと思います。っていうのもやられちゃっても復活できるんで、敵の攻撃は基本かわすっていう話をしたと思うんですけど、まあたまに当たってしまうこともあるんで、まあ蘇生があるのとないのとではかなり変わってきます。で、まあ HP 最大回復率も上げておくと、まあイターンの回復量も増えるんで、まあこの辺はあってもいいのかなと思います。で、戦法としましては、基本的に、まあ、最大攻撃力とか最大筋力値とかそういったのでバフがかかることが多いんで、まあ、ステータスの高いキャラクターにバフが盛られていくんですね。ってなると、まあ、基本的には1キャラメインで戦うことになるかなと思います。私ももうカエサルだけで全員倒したっていう感じになるんで、まあ、1キャラメインで戦うような感じになるのかなと思います。で、最優先としては回避ですね。敵に攻撃食らっちゃうとやられちゃうこと多いんで、まあ最優先回避で、その後火力をまあ貯めていくっていう感じになるかなと思います。バフの話ですね。で、まあ、なんで回避と火力以外っていうのはもう毎日入れ替えていって理想に近づけていくのがいいのかなと思います。で、まあ、なんで負けているのかを確認しろっていうところになるんですけども、まあ、負ける要因としては私3つあると思っていて、まあ、敵の攻撃で、まあ、シンプルに負けてしまうっていうパターンと、まあ、ちょっとこの右にの写真載せてますけれど、まあ、また攻撃した時にですね、こいつら結構反射してくるんですね。まあこれで言うと3分の1ぐらいですかね、まあ反射ダメージあるかなと思うんですけど、まあ、この反射でやられてしまうっていうパターンが2つ目で、最後は30ターン経過して耐えることはできてるんですけど、火力不足で30ターン経過して負けてしまうっていう、まあこの3つのパターンがあるのかなと思います。で、まあ、敵の攻撃でやられてしまうのであれば、まあ、まずは洞察を集めて敵の攻撃でやられない状態にしてください。敵の攻撃でやられないっていうのは、まあ、30ターン経過ですね、まあ、30ターン経過で負けるような状態になったのであれば、まあ、その後火力バフを集めていってもらって、まあ、30ターン以内に敵を倒していくっていうのをやってもらえばいいかなと思います。私はこの一番上でしたね。30ターン経過してしまうのが問題だったんで、まあ、火力バフを先ほどお見せしたようにたくさん集めていったっていう感じになります。で、反射でやられてしまうパターンですね。こちらは自分が攻撃して反射を食らっているんで、ちょっと対策難しいんですね。対策としてはもう HP を育てるっていうところしかないかなと思います。まあ反射でやられちゃうっていうのはちょっともうどうしようもない部分があるんで、これでやられてる場合はちょっと育成頑張るしかないのかなと思います。まああるいはですね、まあ今の神泉来てますけど、そういったキャラやカエサルみたいにスキル1スキル2ともにですね、スキルで回復できるっていうキャラクター、まあ、こちらであれば攻撃した後に回復していくことが可能になるんで、まあ、反射でよりやられにくいキャラクターになるのかなと思うので、まあ、そういったキャラで息を攻略してもらうっていうのがいいのかなと思います。で、まあ、30ターン経ってしまうのであればもう火力バフ集めをしてもらえばいいのかなと思います。それではですね、まあ、私が実際にですね、まあ、最終ステージでどんな感じで戦っていったのかを、見てもらえばなと思います。はい、それでは実際の戦闘を見ていこうかなと思います。4ターン目でですね、カエサルだけになったんで、まあ、ここから見ていこうかなと思います。で、これ第2波ですねになっております。で、見ていただくと分かるように、基本的に
すべ、まあ大体の攻撃ですね、まあミスでかわせていることがわかります。まあたまに当たるんですけど、まあそこはちょっと試行回数でなんとかするか、洞察が足りないと思うのであれば洞察の追加っていうのをしてもらえばいいと思います。でこのようにですね、攻撃していると、まあ3分の1ぐらいですかね、まあちょっとこちらの与えるダメージもバフでだいぶ伸びてるんですけど、まあ大きなダメージを与えれば与えるほどその3分の1ぐらい反射で返ってくるんで、まあそれに耐えるだけの HP は必要になってきます。ちょっとそこはあのキャラ育成しないとどうしようもない部分ではあるのかなと思うので、そこの育成はちょっと必要かなと思います。で育成したくないのであれば、まあ、カエサルとか、まあ、今来ている神泉も結構おすすめなんですけど、スキル1スキル2ともにですね、まあ回復があるようなまあスキルであれば、まあこのようにですね、スキル打った後に回復していけるようになりますんで、まあちょっとこういったキャラクターを優先して取ってもらうというか使ってもらうのがいいんじゃないかなと思います。まあもう少しだけナレーション入れますけれども、まあこんな感じでですね、まあちょっとここ結構食らっちゃうんですよね。カエサルスキルに12回攻撃してくるんで、そのうち3回当たってしまっても、まあここで負けててもおかしくないような状態だったんですけど、なんとか耐えることができました。ではこの辺はですね、まあ先ほども言いましたけど、試行回数でなんとかしてもらえばいいのかなと思うので、まあそこはちょっと頑張ってもらう。まあ1日3回しかないんですけど、まあ洞察を増やしたりするなりしてもらって、まず30ターン耐えれるかどうかっていうところを確認してもらうのがいいのかなと思います。まあこの動画ちょっと最後まで流そうかなと思うんですけれども、音声自体はここまでにさせていただこうと思います。まあこれからも法事少女をやっていきの動画を上げていきますので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。